はようございます。今日は6月の13日、本日も大和寿司元気にオープンしております。はい。で、今日の、ネタは、石鯛をやっていきます。はい、こんにちは。おかみちゃんとおかみちゃんがいないので、昨日に引き続き今日も私がリポートをやっていきたいと思います。で、昨日は全然うまくできなかったので、今日はなんとかうまくやっていきたいなっていったところで、はい、やっていきたいと思います。はい。で、今日のネタは、さっきも言ったんですけど、石鯛、こちら石鯛ですね、こちらを食べていきたいと思います。あ、頑張ってください、ありがとうございます。ここら辺かな。はい、こちら石鯛、こちらを食べていきたいと思います。いただきます。うん、美味しいですね。すごい海の香りがすごく広がってきて、で、歯ごたえもすごくて、とにかく弾力がすごいすごい、ですごい新鮮な感じが、その食感から伝わってきますね。やっぱり取れたてなっていうのが、この歯ごたえというか弾力のある証拠かなっていうのが食べて伝わってきます。全然ね、その磯臭さとかそういうなんか臭みっていうのは一切なくて、すごい口の中で美味しい香りが、素敵な香りが、素敵な香りがバーって広がるのがすごい好きです。で、石鯛なんですけど、僕釣りよく釣りしてて、で、昔石鯛とかも釣った、まあちっちゃいやつなんですけどね、石鯛を釣ったことがありまして、その時の写真があるんですけれども、これなんですけど、これ映ってるかな。これ僕が昔釣った石鯛の写真なんですけれども、これまあパッと見、魚下の方の、こっちの下の方の一匹に見えるじゃないですか。だからこれアップとかできないのかな。アップとかできないのか。これ僕の右腕の二の腕のあたりをよーく見てほしいんですけど、ここにいるんですよ、実は石鯛が。しましまが、僕の T シャツのしましまと石鯛のしましまが重なってて、これアップの画像も用意しておけばよかったな。俺がその見事な石鯛のカモフラージュになってて、で、僕はすごい好きな写真なんですけども、っていう、はい
すごいしょうもないちょっと話をさせていただきました。石田ね、その取り子写真でそうなんですよ。俺パッと見下の方しかいないだろうみたいななるんですけど、これよーく見ていただけると、スクショして、これスクショして拡大していただけるといるんですよ。あの二の腕の右腕の二の腕らへんに魚がはい、俺ツイッターとかにあげたらバズんないかなとかってちょっと思ったりもします。まああげないですけどはい、そんな感じの、はい、よく僕は釣りに行ってて、最近はルアーの釣りとかよくしてて、そうですね、そろそろ僕今の写真、これ江ノ島なんですけど、江ノ島でその青物がそろそろ釣れ出す時期で、多分もう釣れてるのかな、青物がぼちぼち釣れ出すので、また、まあ、タイミング良ければ釣りに江ノ島に行きたいなって思ってます。はい、で、はい、こんなところで今日はですね、ちょっと短いですけれども、こんな感じで、あ、海専門です。そうです、海専門ですね。基本的には僕海の専門の釣りしてて、でもこの前大学の先輩にその渓流の釣りも教えてもらって、その渓流の釣りちょっとまあ僕やったことなくって、まあ、正直、まあ、食わず嫌いというか、まあ、渓流の釣りなんてそんな実は大したことないんじゃないみたいな、まあ、やってないのにこんなこと言うのもあれなんですけど、大したことないでしょみたいな思ってたんですよ。でも実際渓流の釣りやったらめちゃめちゃ面白くて、3匹そのなんだっけな、ヤマメとイワナ合計3匹釣ったんですよ。もうそれめちゃめちゃ面白くてハマっちゃいました。なんで、まあ、まだちょっと一人で行くにはちょっと怖いんですけど、また誘われたらその渓流の釣りもやってみたいなって思ってます。あ、フライの釣り、あ、すごいですよね。フライの釣りはその僕の周りにやってる人がいなくて、海でもやってる人いますよね。フライの釣り、こうこうこんな感じのやつですよね。俺、あ、すげえかっこいいなと思ってて、でもやり方とかは全然わかんなくて、そうですね、もし機会があったらフライの釣りもちょっと挑戦したいなと思います。はい、ということでですね、こんなところで今日のライブは終わりたいと思います。じゃあ最後に恒例の、豊洲の空をお送りしながら終わりたいと思います。映ってるかな。はい、今日はですね、昨日と比べてもう快晴ですね。本当に雲一つない、綺麗な、それこそお出かけ日和、釣り日和な空になってます。はい、そういったところで今日のライブはここにいて終了です。見に来ていただいた方々ありがとうございました。それでは失礼します。はい、ありがとうございました。